どうも TQQ です。今回ラマットラの先行体験をさせてもらったんで早速触ってみました。とりあえずアビリティなどを紹介していきたいと思います。ラマットラオムニックフォーム、通常の状態です。これの HP が450、メイン攻撃がボイドアクセラレーター、一定のパターンで投射物を連続で発射します。いろいろ試してみたんですけど、一発あたり 4.4 ぐらいのダメージじゃないかなと。射程無限の距離減衰はなさそうな感じします。プロジェクタイルは基本距離減衰ないんですけど、まあそんな感じなんかな。遠くから頭入ったらすごく気持ちよさそうです。癖のある偏差が必要なビームみたいな、まあ、ヘッドショット判定もあって倍率は2倍だと思います。でボイドバリア、狙った位置にバリアを張ることができます。耐久力は1000で CT が15秒、持続時間は4秒、 35m 以内なら設置可能だと思います。で展開と同時に CT が始まって、キーを離すと自動で設置されて射撃キーでキャンセル可能と。持続時間が短くて CT が長いんでなかなか難しそうな感じがします。アビリティがネメシスフォーム、ネメシスフォームに変身します。攻撃が変化してボーナスアーマーが付与されると。もう一度キーを押せばキャンセル可能になってて、キャンセル押さないと8秒間持続します。 CT は8秒、終わってから CT 開始と。キャンセルしても終わってから CT 開始します。でネメシスフォームは HP450 プラスアーマーが150ついて、合計 HP が600と。アビリティとメイン攻撃が変化します。ほんでネメシスフォームのメイン攻撃はパメルっていうやつで前方を殴りつけます。殴るたびにバリアを貫通するエネルギーの波を発生させて、一発60ダメージ、射程は10m くらい、まあ11m くらいな気もする。バリアも貫通するし、敵が重なってても貫通します。これはかなり気持ちいいです。でブロック、前方からのダメージを大幅に軽減するけど移動速度が低下する。 CT はないです。まあ CT がないんで出し放題と。スリープとかフックとかシグマのアクリーションとかはガードを突き抜けるみたい。これドゥームのガードと結構似てるんかなと。まあただドゥームと違って移動スキルがないんで隙が大きいかもしれへん。で共通のアビリティは貪欲な渦、ナノボールを放ってボールは地面に接触すると爆発してダメージフィールドを展開します。敵の動きが鈍くなって下向きに引っ張られるやつ、これの CT は12秒、だいたいダメージは45ぐらいで、効果時間は約3秒。まあソジョーンのディスラプターとかよりはダメージは低いんですけど、さらに足が遅くなった感じがします。食らうとかなりめんどくさいです。まあ、ナノボールっていう物体なんで、ディーバとかシグマで吸ったりコノハ返しもできそうです。アルティメットはアナイアレーション、ネメシスフォームになって近くの敵を自動攻撃します。ダメージを与えてる間は持続時間が減少しない。範囲的にはかなり広い。ネメシスフォームのアビリティ、パンチとかガードとか貪欲な渦も一緒に使用可能です。アルティメット中にスリープとかスタンアビリティ食らってもアルティメットの効果は消えませんと。まあアビリティはそんな感じで、移動アビリティがないんでルシオが欲しい感じがします。まあスピブとかとかなり相性がいいんじゃないかなと。あとキリコのキツネ走りとかも相性良さそうですよね。ということで今回は新マップシャンバリでラマットラを使ってみました。相手チームはボットハード5人で、味方は TQQ とボットハード2人で3対5にして遊んでみました。まあ、たまにはボットと戯れるのもいいかもしれへん。新マップもかなり狭くて新鮮な感じがします。ぜひご覧ください。これペイロですよね。ペイロやな、なんか防衛の。おいめっちゃ迷ってるって。 AI の方が知識あるって。これでネメシスと。おいもうペイロードで守ってあかんって。普通はここで守んねん。あもう絶対行かれるわこれ。5人おんねんで相手。おいキャキャキャバスよ、俺バスよ。さあ速攻沈めんけど。いいっすか。痛い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 。これ無理。ちょっと怪しい、怪しいなってきたのこれ。ひたすらに怪しい。ミスト肩ヒールしてほしいわ普通に。ここで守んねやろ。あもう上からと遅いな。おいどこおんねん。こっち来いこっち来い。スピブアンプそこで使ったか。いくぞ、縦張ってここやからの変形からのスキルも使って。ちょっとガードするこれ。危ない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 。ちょっと硬くね。バスティオン硬い。お前のパンチに負けるわけない。やばいやばいやばい。これ
もう右クリ使ってくる、このウィンストン、このウィンストン右クリ使ってくる。こんなん言うてあかんかもしらんけど AI のくせに。あ、ウルト溜まったし、ウルト行くかこれ。どっから行くの、アナさん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 、ほらバリア貫通です、忘れてた、これバリア貫通するやんか、ガード、あ、まず強、敵敵強、ナノブクレン回復が必要だとか言ったらナノブクレンちゃうか、もしかして。行くぞ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 、オッケー行こう。あ、もうウルト使っちまう、これ使うわ、オッケー、ガード中に、あ、結構ダメージどうどう違う、これダメージ違う、キル、このよしよしよし、キルかった、オッケー、ルシやった、うっガード、オッケーオッケーオッケー、何度もなってる何度もなってる、上がる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 、あれアナ死んでる、あれアナ死んでる、じゃあビート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 プリーズ、ルシオンのか、これガード、爆発資産やん、オッケー攻撃行こう、オッケーアンプ使って、おおめっちゃ連れてくるやん、ウィンストンが前にいるから、おお変形してる、ルシオ、ルシオからやろ、ルシオから、オッケー勝機見出した、勝機見出した、これほんまに、次こいつ、次こいつ、オッケー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 、いけるぞこれ、ほんまにいけるぞ、オッケー、キリコいける、うん、これ一人やったらほんまにザコやからな、何ができんねん、トレーサーおったわ、これ聞いてへんわ、何、お、遅なってる遅なってる、大ボスなってる、おーし、ゼニアッタの像がありますね、なんて書いてんのこれ、リペア修理、どっから来んの、めっちゃ足音する、来た、アルティメットあるから、アルティメット、あーこれ一体なそう、一体なそう、一体なしてからの、待って、ここら辺やらんとやばい、マジやばい、ルシオルシオ、先先ルシオ、先ルシオ、ガチルシオ、ガチルシオ、おれからのキリコ、からのキリコ、オッケー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 、パルス使ったないで、もう一回変形や、おいけるぞこれ、マジいけるぞ、え、何、何してんのミンスト、おい、バリア貫通やからな、覚えとけよ、あらららら、ナイス、どっから来んねやろな、あ、リス、あ、来た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 、ポークポーク、あ、ちょっとやっぱすごいすごいすごい入り方してきた、ここにいい、ここにいい、ぶち込んでからのキリコよ、キリコをタコ殴るんですよ、どこ行ったキリコ、え、もしかして、もしかしてやけど真実希望使ってる、よいしょ、かっ、そしてガード、あと2秒でこれが溜まる、そしてウルト、オッケー大丈夫、もう周りに敵めっちゃいるから、そしてガードしてるだけで、お前は、いやマジウルト強くね、ちょウルト強えわ、これ返してくれんのかな、なんで虫やねん、あ、行くぞ、バス停をまず変形する、その前にキリコを引き上げたいと思います、あか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 、ガードやばい、あか死んでもた、もう火力出さへんから俺が、うわーやったー、縦先出せ、先縦出せって、ナメプしてるやん、もうフルバーストで撃ってないやん、トレーサー、お前なんで高台取れんねん、そういうのなんで降りてくんねん、ほんで、はい、アルティメット来ましたね、はいはいはい、はい、もうここここよ、ここめっちゃ押すなってるわ、やばいわやばいわ、これやばい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 、え、なんで、なんで逃げていくの、まずトレーサーをカットしたい、カットしたい、カットしたい、もう盾出そう、ここもうそこ逃げるとこないからな、お前俺に来た、なんだ来た、ありがとう、オッケー、もうぶん殴るわ、うれ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 、お、なんだ来た、気持ちいい、ようやく信頼してくれた、自分でヘルスパック拾いに行ってるやん、てかこのペイロード、てか車めちゃめちゃ可愛い、あ、ウルト発動、そしていい、あー溶けそう俺、何何の音、赤赤がナイスビート、返してんねんけど、なお前、と思ってんのかお前、こんなとこで立ち止まってよ、範囲そこそこ広いから、あーいいね、範囲がそこそこ広いんで、アルティメットの結構入ってくれる、これ距離減衰ないしな、この武器、ほんで強いよ、第3は、え、近くね、第3、
一発戦闘勝てばもういけるぞ。どっか出てくる。だいたい正面なんよ AI っていうのは。左左オッケー、バリア使わした、バリア使わした、バリア使わしたんでかい。でからの縦広げてと、ほんでこうでいい。縦意味やるこれ、キリコローやな。縦縦縦、あ縦ない、なんで、ごめん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 、縦ない、まずい。あ、ネクカモです、これネクカモです。あー、ダメだー。タクシーいいですか。あ、タクシーしてくれる、タクシーしてくれるんだけど、どこ行くねお前。あ、おい、いける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 、ほんまにいける。どこ行ってる、どこ。最後めっちゃ前守り、前守りとかする知能あるんですか。触れへん、あ、走れGG 言うてんねんけど、しかも相手チームしか言ってへんねんけど、こっちのチーム言うてる。まあでもアルティメットマジで強いな。許せ兄弟、兄弟、君もモンデッタの教えに裏切られたか。君に教わった手だ。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。